ヒコ王は、白木の、第43代の王であり、聖は金、弓名は定流、または、帝。38代元聖王の彦であり、父は、遺産の金検定、母は、牧師の方道夫人。王妃は、各官の位にあった、活文王中京の娘の文母奥夫人。836年12月に、先代の皇徳王が死去した時に、お父の、 金金帝との間の清掃に勝利して大位についた。皇徳王の死後、直接に大位継承を争ったのは、上代当職にあった金金帝と老いの金帝竜とであったが、金帝を支持した者は、このあの、金友長、妹婿にあたるあの金霊印、ブレ列王旧姓今後の金明らであり、帝竜を支持した者は、時中の金明、遺産の年広。 廃剣白倉であった。はじめは近帝派が王宮に入って優勢となったが、定流派の大軍が押し寄せて、近帝らを敗走させ、乱戦の中で近帝が殺害されて定流が即位することとなった。王位継承戦で王を支持した近名を、上代統に、年広を自中に任命して、権力の安定を図ったが、在位三年目となる三十八年正月には、 擁立者であった、金名都市広らが軍を起こして、王の側近の貴族を殺害する反乱を起こした。王は自分を擁立した貴族勢力から見放されたことを自覚し、王位にとどまることはできないと諦め、宮中で首をくくって自殺した。この後に、貴公王と送りなされていける山に葬られたといい、その王領は、 軽症北道慶州市内南面持ち星座との史跡、第220号が否定されている。三国維持王歴では、母を美道夫人、または、深野夫人、ハリ夫人とし、政府省の正し広しダイヤの娘とする。紀候王の即位後に、父を三国式白毛本義では、抑制大王、母を純正大号と追試した。ありがとうございます。